ハロー世界ということで、どうも今回は、なんだっけ、ストレンジャー・オブ・パラダイス、ファイナル・ファンタジー・オリジンですね。こちらの次からプレイしていきたいと思います。私、ドドチャで、私、ドドチャでお送りいたします。ドドチャです。はい、どうも。よろしくお願いいたします。ってことで、やっとやれるゲームが、っていうのもね、ちょっといろいろあってね、なかなかゲームできなかったけど、やっとできるわ。嬉しい。あ、違う、こっちじゃない。どこだこれ。ここだ。ゴーゴーゴー。さあ、やっていきましょうかね。だからバック。だからバック。オープン。なんだよ、これは。ハルバード。こっちはなんだい。なんもないんかい。で、なんだこれ。槍と、槍っす。嘘、投げれんの、やるやん。なるほどね。まあ、このまま行きましょう。オープン。お、おるやん。さてと、せい。風の。大歓迎だな。早く戦おう。おい、おら。被爆に巻き込まれないように気をつけろ。これで行く。やってやれ。はい。なんとか勝ったな。一応勝ったし、いいんじゃない。一応っていうか、お前らまた自爆に巻き込まれたんか。離れなさいよ。あ、何？あ、いっぱいおる。おい、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 で、なんか手に入った？うん、R だっか。ゴー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 。うん、いろいろ崩れとんの。なんじゃ、道が2つあるけど、こっち行ってみよう。だからバカを。何が入っているかな。なかなかの代物だ。装備しとく。装備する。なかなかいいじゃん。なんか、あは、いらん。うん、まあ強いんだろう。で、あとはこれかい。あ、上がるやん。うん、 OK。 うん、じゃあ行きますか。眺める。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。あ、どうした、キャンセル。
あー、そういうことね。なるほど、闇の噴出口があるな。天候だ。灰になれ。助けになって。出てきた敵を倒せば噴出口も弱っていくみたいだ。あ、うん、直接やった方が早い。こっちの方が早いだろ。ウェーイ。なかなか手強いだ。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。余裕だべ。じゃあ渡るか。ん？特にはない。オッケー。ガガオ。キューブ見つけたよ。調べておくか。オッケー。ジョブツリー。なんだ？アニマの破片？あ、マジで？あ、なるほどな。で、なんだ？ん？チェインキャンセル。お。アクションアビリティで攻撃した直後に三角を押すとチェインキャンセルになり、通常よりも早いタイミングでバトルセットチェンジができます。あ、なるほどね。あ、宝箱ある。盾、なんか盾出た。ん？多分ここで誰も装備できんぞ。じゃあ行くか。アッパン。おお。ガード不能？マジで？なるほど。わはい。えい。オーライ、なんぼのもんじゃ。開けれたけどすごい広い。いや、この方向で合ってるみたいだな。絶対なんかいる。こっちは特にか。あの黒いモヤモヤなんだろうな。あ、こっちにも行ける。だからバーク、絶対罠だ。絶対罠やん、これ。宝箱か。何これ。あ、鍵？敵だ。やるぞ、ついてこい。だよね。終わりだな。うい。よっしゃ。終わりだ。邪魔だ。うい。
しょう。終わる。イエーイ。なんか手に入れたな。どこにか。そうしましたら、あ、ない。こっち行くか。なんかお前ら。オープン。なんか。うわ。え、あいつは。トンベリ、トンベリってめちゃくちゃ強くなかったか。敵発見。いや、やべえ、やっぱ強い。やっぱ強いじゃねえか。やべえ。あぶねえ。行くぞ。あぶねえ。トンベリはやばいって。オッケー。こうでしょ。ああ、なるほどね。そういうこと。じゃあ大丈夫だ。オープン。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。おう。オルパ。カオス。何これ。愚者の式。セーラについて。あは。光が集まる。ルフェインレポート。セーラ姫が光と闇の均衡を保っているということですか。そうですか。あれはキューブ。休憩できそうだ。その前にあった宝箱。わー、レベル7。いいですね。絶対強いじゃないか。キューブ。ジョブツリーじゃダメですね。行きましょう。お、座っとる。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。あれ、ガーランド。違う。私はカオスとなるものだ。ガーランドじゃねえ。違うのか。危ねえ。ういってえ。おお、めっちゃかっこいい。はい。いいで。
強い。ファイアブリング。これまでとは違うぞ。いいね。危ないぞ。なかなか手強いだ。落ち着け。行くぞ。うわお。方針が決めそうだ。体力気にしておけよ。うわぁ強気に、うん、ポーションの残りは大丈夫だ。気をつけて戦わなくちゃ。うん、んなものか。やばい。あっ、気をつけて戦わなくちゃ。しっかりしろ。ジャック死んだ。強あれすげえむずいぞ。んなんだ。んヒント？いらん。ふい。いけ。おら。なに？うわ、いけ。相手もやるね。次は沈没だぞ。保存の残りは大丈夫か。気をつけて戦わなくちゃ。体勢下がってる。ジャックのブレイク？やばい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 。治った。何？あんなに強い人間なんている？闇に囚われた。うわぁ！ジャック！死んどるがな。やるやんけ。面白い。やるやん。いけ。はい。姿勢を下げられたか。いるんでる。いけるよ。どっかで見たことない。ジャックと似てないか。かもな。だが俺の方が上だ。もう氷の剣が厄介だな。ジャック、何かできない？任せ。いいでー。まだ終わらんぞ。いいでー、いいでー。油断せずに行こう。変更
行だ。モーション、大丈夫じゃなさそうだね。うわーお。あれ。あれ。やったぜ。危な。めっちゃ強いじゃん。顔を見てやろう。あれ。待て。俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のも、もんも震えてる。ああ女の人や。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。なんで。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように、うん、くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。え、この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。あ、いいんだ。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。強かったな。記憶の中の場所。いや、そんなことより一回ジョブツリーか。ネオン入れてみたさあるけどね。一回セーブするか。よし、じゃあ行ってみましょう。多分ムービーじゃないかな。忘れてた。街はこうだったよな。
ね、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類まれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。若干忘れたっつって言うけど、めんどくさがってんだ。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような、昨日のような。セーラ姫と同じようなこと言ってるな。と、だいたい以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。あん、うん、時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか？一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には4つのクリスタルがある。火、土、風、水の4つだ、うん、そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は闇、海はよどんで、大地は腐った、うん、民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？全てのクリスタルが輝きを取り戻した時に、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。おうや、それはカオスはいないという意味だ。うん、古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。いないの？しかし、新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。いないの？ほんまか。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡り、プラボカへ行け、うん、そして監督官のソンヌ長官を訪ねるのだ。サイですか？プラボカは船乗りの町だ。
彼らは王の支援を受けてクリスタルを探している。目星はついたとの報告を受けている。あ、そう。何をしている？まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねるのだ。はい、頼んだぞ。光の戦士たちよ、我らの希望よ。うん、セラ姫。皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。ありがとうございます。時にセーラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまりどこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセーラ様、ガーランド教とのご関係は？それ聞く。ああ、なるほど。ああなるほどじゃないのよ。やめたい、やめたい。同じことしか言わない。クリスタルの祝福を。宿だ。お、ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？うん、それがいい。宿代払ってくれてんのか、気が利くね。王様ちょっと寝かけてない？そして探検の旅が始まった。そして探求の旅が始まった。あいつなんか本書いてない？なんか儲けようとしてるぞ、あいつ。あ、旅立ちの朝。やってみますか。挑戦する？え？戦うのかよ。まあ、行ってみるか。本当？だって、あ、でもまずあれか、船乗らないといけないの。え、そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中に輝きが宿っていたという。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。プラボカ来たな。なんか怖がってる。あれ、俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。
父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の敵を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。ソンヌ長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。探求の始まり。サブミッション。ほう。なんだ。うん。サブミッションかい。なんかいろいろあんな。これか。サイですか。これはチュートリアルでしょ。これはいいんだけど、サブミッションがあるの？そうか。どうすっかな。そしたら、まあそうだな、どっちにしても一旦ここまでにしようか。いい時間だしね。マップ広っ。うん。ってことで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。それではグッバイ世界。またねー。